アムロです。今日はこの今乗っているモビルスーツをご説明します。今乗っているモビルスーツはどこだ、トヨタ製のトヨタナハイム製のルーミーというモビルスーツです。このルーミー、お部屋みたいなっていう名前で、天井も高くて中も広々、とってもいいんですけれど、その分機動力が、僕がいつも乗っているインプレッツァバージョン過渡期に比べると機動力が劣ります。あと重心が高いので、さっきから何回もカーブで対向車線にはみ出しそうになります。それから前のオルテガのドムが全然追いつけません。やっぱりガンダムがいいな。あと意外とアムロ君、ガンダムも好きですが、ガンキャノンも好きです。なぜかっていうと、ガンキャノンだとパンチとかキックがすごいできるからです。砂漠で戦った時に、誰だっけあいつ、コズン少尉のザクをパチキック、ドカンドカンってやっつけました。それでザクをズルズル引っ張ってホワイトベースに連れて行ったこともありました。そんなんでガンキャノンも好きなんですけど、アムロがガンキャノンに乗るためには、ガンダムがセイラさんによって、セイラさんが勝手にガンダムに乗って出撃してもらわないと、なかなかその機会がないわけでって、これ違うキャラでした、違うキャラですね。これジロンって似てな、これできないんだよな、なかなかジョンこれなかなかできないんだよな、これデレレレレレレレデレレレレレレデレレレレレレレデレレレレレデレレ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 レレレデられましたね。おわー、綺麗だな、山が。サイドセブンにもこんな山があるんだね。